毎日弾けるくじ今すぐ挑戦ログイン DNA ファイナル3連勝7年ぶり日本 S 大手オースティンが2戦連発の同点弾冒頭間に勝ち越し吉野は3回1失点高級円で競り勝つ1817コメント1817件10月18日金曜日21時6分配信 TBS ニュースビッグパワードバイ JNN 4回同点ソロ本塁打を放った d n a オースティン選手。プロ野球 CS ファイナルステージ第3戦巨人一の2 d n a 18日東京ドーム。d n a は巨人に3連勝を飾り、同じく3位から日本シリーズに進出を果たした2017年以来、7年ぶりの下克上に王手をかけた。試合は1点を追う4回、オースティン、33。 が2戦連発となるソロ本塁打を放ち同点に追いついた5回には西3塁の好機を作ると赤星雄二25の冒頭の間に勝ち越し投げては先発吉野後期26が3回1失点リリーフ陣も好投を披露ピンチも攻守でリードを守った前日の試合では5回に森系と22の敵地打で先制 その後同点に追いつかれるも7回にオースティンにソロ本塁打が飛び出し勝ち越しに成功した。先発した大貫慎一、30、は7回途中1失点と試合を作るとリリーフ陣が後頭でつなぎリードを守り切り勝利。ファイナルステージを2連勝で飾りアドバンテージの1勝を持つ巨人に対し優勢な展開となった。第3戦は吉野が先発でマウンドに上がる。 吉野は今季7試合に登板し3勝2敗、防御率4.31。巨人戦では2試合登板し1勝1敗、防御率1.64を